城だろうが船だろうが我が拳で粉砕してくれる。今回は光害槍力を超えるスペックがまさかのアンコモンで登場や、アンコモンの光害は3枚目で全部槍兵やからややこしいことになってきてるで。経歴は武力プラス8、包丁速度長所、包丁成功値に3時間長内の敵の武力マイナス5、効果時間は9.5カウント前後と好調に特化した効果になっとる。3コストの4兵が速度や装備関連の効果を持ってないのは一長一短だけど、主な採用先がエイコン関連になりそうだから絶対スルーされない性質は面白そうだね。城に張り付かん限り武力が上がるだけになってまうから他に軸になる計略が必須なのはネックではあるけど、イーグルの激しい覚醒や関連絡みに対して圧をかけられそうなカードやな。道を開くために勇気を出しなさい。死ぬ時はこんなもんだ。こらえた。城にこもる軟弱者、わしが成敗してくれる。そこまでだ。どうしてあげましょうか。そこまで修繕を急ぎます。勝負を決してくれ。喋りすぎたわね。そこまでだ。さえずりますこと。王に間に合ってへんや。喋りすぎたわね。捕らえた。さえずりますこと。
いかにっちゃいますよ。足が速いな。そこまでだ。赤き鎧をまといても球技は損後のために。これはできるん？向上力やばない？ご視聴ありがとうございました。